どうも、コミです。さて、本日も TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。JWC のですね、戦いから見ていきましょう。今回のテーマは、ドラゴンのアタックになります。ドラゴンでですね、結構、使っている方が最近、私増えてきている方だと思うんですね。まあ、空攻めこれから始めようって方には、ぜひおすすめの戦術になってくるので、まあ、今回のでは、ですね、この前見てもらったような、めちゃくちゃすごいスーパープレイ、ネットはね、まあ、一線隠して結構地に足がついた攻めだと思うので、ぜひね、参考にしてもらえたらというふうに思います。って言ってもま、結構すごいんですけどね。なかなか。これですね、ちなみに秘書剣のアタックになります。初剣のアタックもこの後ちょっと見てもらいたいんですけども、ですね、一本目の、リリーさんかながちょっとね、前回まで伸びなかったドラゴンアタックを修正して、このユキヒラさんが取ってきたと、まあ、いうストーリーになってますね。回廊陣に対して、この突撃艦の、ライドラバルーン、赤西式ってやつですね。これから、ドラゴンラッシュにつなげるっていうのは結構合理的です。なんでかっていうと、こういうですね、回廊配置って、割とですね、施設の、壁の中の施設が密集してるんですよ。てかね、密集せざるを得ないんですよね。なんでかっていうと、ここにスペースを空けたいからですよ、ここ。ここのとこですね。ここのところ。ここにこうスペースを空けたいがために、どうしてもですね、それ以外のところが密集しちゃうんですね。で、その密集にうまくこのライダーのチェーンを刺していくと、こんな風にガツンと削れちゃうわけですね。で、このですね、ドラゴンラッシュをするときにポイントなのは、ドラゴンのスタート地点ってここじゃないですか。まあ、じゃないですかって、ここからスタートするんですよ、ここからね。なんですけども、ここのカットをしておくんですね、ここのカットを。しておくんです。まあね、これ、出来上がっちゃえば、まあ当たり前だよなと思って見ちゃうと思うんですけど、この後ちょっとね、デジーさんのアタック見てもらうと、かなりね、これやってる人多分多いんじゃないかなっていう、例が出てきます。のでね、非常にそこを参考にしてもらえたらと思うんですけども、このアーチャークイーンも重いですね。ドラゴン出す前にしっかりイーグル砲をアーチャークイーンが壊すとこまで見てからドラゴン出しましたね。これもすげえなっていう。まあ、こういうところは細かいところがすごいんですが、まあ、最悪イーグル砲が起動しても問題なかったでしょう。で、こんな風にしておくと、ドラゴンのルートまっすぐ、上に進みますよね。なんで、このですね、ポイントちょっとね、次の動画まで覚えておいてほしい。次の動画とか、まあ、次のリプレイまで覚えておいてほしいんですが、ドラゴンバルーンがしっかり密集して、ホールのところでしっかりトームを打っていくと。ホールの周辺、大体ですね、こういう回廊配置って、ウォーミングなんかがいっぱい置いてあるので、できればですね、トームはこの、タイミングまで待っておいた方がいいですね。で、今回の雪平さんはしっかりそれを待ててますので、こんな感じで、あとは、残ったドラゴンとバルーンたちで押していくという形ができてますね。うん、お見事な感じになっております。うまいな。本当に。うまい。気持ちいいですよね。こういう攻め見ると。なんていうのかな。自分ができたら本当なお気持ちいいんですけど、こういう風に、よどみなくね、決まる全開って見てても本当気持ちいいなと思うんで、まあそういうね、まあ勉強もしながらなんですが、模擬的にね、まあその全開体験を味わうっていう意味でも、まあこういう、すごい攻めっていうのはね、目の保養に見てもらうのいいんじゃないかなと思いますけどね。いや、お見事な感じですね。ただ、やっぱですね、うまくいかない、その、アタックのなぞりになってるので、それをですね、ちょっと見てほしいと思います。まあ、うまくいかないって言っても一本目でね、この、下地になる、アタックのプランニングができるって時点でだいぶすごいんですけど、序盤のですね、この赤根式パートっていうのは、突撃艦にライドラバルーンを入れて、クローンとレイジで一気に壊すと、まあ、いうこのパートですね。ここに関しては、この D さんの、やり方をさっきのユキヒラさん真似してます。これですね、投石機って、実はこの、ここ、見えますかね？ここにサークルあるのわかります？これ。このサークルの内側っていうのは投石機の攻撃範囲外なんですよ。なんで、ここに入ってしまえば無条件で投石機が潰せちゃうので、これをですね、まずしっかりと、こんな感じやっていくわけですね。バルーンで一気にこの下に入り込んで倒しちゃうということですね。で、さらに相手のロイヤルチャンピオン、対空防衛として、まあ、要になってくるので、こいつをしっかりライドラで潰していって、これですね、安いパーにうまいこと当たりましたね、今回ね。これ読んでたのかな？ちょっとわかんないんですけど、まあ、読んでたかもしれないですね。ライトニングドラゴンが9時方面に歩いてくれたおかげで結構ですね、9時方面のカットをライドラがしてくれちゃってますね。これは非常に時間の有効利用になりますね。さあ、で、ババキンが出てきたのがこの6時なんですね。さっきですね、雪平さんは、ここ削ってきましたね、キングとクイーンで。なんですけど、今回の、ディディさんはこちらを削ってます。で、そうすることによって、ここですね、ドラゴン出しをここの面から一気に出していくんですけども、ここですね。
そのドラゴンたちがなるべくこう内側へ行くようにしようっていう風に、まあそういう風に仕組んでいくわけですね。なのでロイヤルチャンピオンも使ってこの壁の中をこう殴っていくような形をとってます。ウォーミングシールドも使って結構ですね、こんな感じですね。真ん中しっかりと、ドラゴンが向かうように、両サイドの削りができてるのはわかるでしょうかね。こことここ。こんな感じですね。なんですけども、ですね、バーバリアンキングとロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンが今これパラキシャってのわかりますかね。アーチャークイーンは今ここにいましたよね。クイーンがここにいて、ロイヤルチャンピオンがここにいて、キングがここにいたじゃないですか。こんな風にばらけちゃうと、当然ながら防衛施設のダメージをそれぞれがいっぱい受けちゃうわけですよ。なんで、まあ理想的にはキングを盾にしながら、ロイヤルチャンピオンやアーチャークイーンで後ろから刺していくってパターンがいいんですけども、それがですね、この形だと作りにくいんですね。で、その形をじゃあ作るためにどうするかっていうと、さっきの、雪平さんは、ここ壁にですね、まあスーパーボールブレイカーいたんで直されたと思うんですけども、穴開けて、この一体っていうのを、キングを盾にしながら、ロイヤルチャンピオンと、あとクイーンでこう削っていくと。まあいうようなね、なんていうかな、チーム編成を取ってましたね。そうすることによって、よりですね、このヒーローパートが伸びていったので、今ドラゴンこう自利品になってやられちゃってますけども、決してね、別に、タンゴールに向かうまでは、しっかり固まってたじゃないですか。でもやられちゃうっていうのは、残った施設がちょっと強すぎちゃったんですね。で、なんで強すぎちゃったかっていうと、ヒーローパートで削る施設の数っていうのが少し少なかったからということになります。まあ、ここをですね、やっぱ修正した、まあ、ユキヒラさんもすごいんですが、まあ、やっぱりでもこの下地を作った、デジーさんのこのアタックがあったからこそ、さっきのね、ユキヒラさんの一発が生まれたわけなんで、まあ、どっちもすごいですよね。まあ、やっぱりこの赤錦パートで、ここのね、九時方面の削りがこんだけできるんだっていうのを見せられたら、まあ、そこからこう、攻めを改良しようっていう、まあ、モチベーションになりますから、まあ、そういうですね、連携プレイがやっぱできるのも一つこのチームの強みですし、まあ、そういうね、発想力を持った人がいて、さらにそれを修正できる発想力を持った人がいるっていう、まあ、こういうね、ここの、力の、レベルの高さ、でもね、やっぱチームとして強いんだなっていうふうに思います。まあでもこれはどちらもね、パターンとして覚えておけば、まあ参考になっていろんなところで使える発想だと思いますんでね。今できなくても覚えておいてもらう価値はあるかなというふうに思います。はい。で次ミダゴグさんですね。リーダーさん今回星6とって言ってるんですが、これは多分初見のアタックだと思うんですけども、ドラゴン編成ですね。でこれですね、どういうふうに考えていくかっていうと、これクロスボウが4機これ全部対地なんですよね。これこんな風になってます。でさらにエアスイーパーの向きっていうのがほぼほぼですね、下向いてるっていうか、なんていうんですか、この面っていう、この9時12時面、ここから攻めた場合にはエアスイーパーの影響を一切受けないっていう状態になってます。これをねうまく見逃さなかったですね。でさらに防衛援軍も、まあ、これから出てくるんですけども、対空防衛が少ないんですよ。ネクロマンサーとアーチャーがちょっといたぐらいかな。なのでですね、ちょっとこれ初見の攻めはお見せしないつもりでいるんですけども、そのね、初見の攻めをしっかりと見た上で、多分ミラゴフさんこれ確か言ってたんだと思います。うん、でですね、しっかりババキンとアーチャー食いで両サイドのカットしますね。こことここカットをしておいて、でね、こういう時にね、結構キングとかクイーンの使いどころ迷うんですよね。相手のクラン城の中のユニットなんかをこうね、起こしちゃうとえらいことになっちゃうので、なるべくだったらそうしたくないし、ね、最大限ですね、相手のロイヤルチャンピオンとバーバリアンキングをそれぞれまあ、クイーンとキングでこう潰してきましたよね。こうすることによって、ドラゴンたちのその足が止まらずにどんどん前に進めるので、このね、対空砲を狙っていくっていう手もあったと思うんですよ。あったと思うんですけども、今回は、むしろ序盤のルート作り、こっちをね、壊したところで、ドラゴンが序盤ばらけちゃったらあんま意味ないんで、序盤、やっぱドラゴンをある程度密集させるために、今のこのエバパキンとキン、クイーンの付け方をしたんだと思いますね。で、真後ろから突撃艦を時間差で投下していって、中からバルーンプラスライドラ。このホールズのダメージと、投石のダメージはしっかりと今フリーズで固めましたね。で、それで突破していたというところになります。あとはもう、クロスボウが対地になっちゃってるので、そんなにまあ怖い説がないというところですね。このまま一気に、残った体力のドラゴンを、残ったドラゴンの体力を使って押し切っていくという格好になりますね。やっぱクロスボウ4機が、対地になってるっていうのは結構ですね、空攻めをするモチベーションになると思いますね。で、まあ、今回のミダゴグさんのこのアタックっていうのは、参考にしてほしい点は主に、2つかな、あります。1つは、クロスボウ4機が対地になっていたっていう、まあ、この対空防衛に対する、まあ、脆さですよね。
あ、ごめん、3つか、3つですね。それプラス、エアスイーパーの向きっていうのが、しっかりとですね、その、全方向を向いてるんではなくて、ある一定方向に集中していたという、まあ、その真裏からドラゴンを流しやすかったってことですね。うん、ちょっとまあ、配置も決めましょうかね。これ、クロスボウ4機ですね。で、プラスこれ。ここですね。エアスイーパーの向きっていうのが、一方に偏っている。さらに防衛援軍が、対地の防衛援軍。要は、空に対して、その、影響しない防衛援軍が、まあ、割と多めだったっていうこと。この3つですね。この3つの条件が重なったら、ドラゴンラッシュ結構使えるんで、こういうパターンを覚えておいてもらうといいかなというふうに思います。んで、その時をですね、なるべく、まあ、これは、あらゆる攻めに対しているんですけども、序盤にばらけさせたらまずいんで、ここですね、しっかりとドラゴンを出す前に、キングとクイーンで削っておいて、ドラゴンの通るスペースっていうのをこう狭めておきながら、ドラゴンですね。ドラゴンをガツンとぶつけていくと。まあ、こんなようなね、順番で、攻めを組み立てていく。まあ、その辺っていうのが、まあ、本当にね、重要なポイントになってくるんで、実際にね、運用するときにはそういう、点に注意しながら使ってみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。ドラゴン特集でございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いします。ぜひね、この中で参考になるポイント何点か、あったら本当に嬉しいなというふうに思いますので、またこれからもですね、こういう参考になる動画上げていきたいと思いますので、ご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。